長谷川ひろこです。今日はお腹をカバーする裾よけの巻き方について動画にしました。ご覧ください。どうぞ。はい、まずここですね。お腹見えますかね。この下っ腹のポンってここポンって出てるこれを引き締めます。位置を合わせた時に着物を着る時と一緒です。左にかぶさる部分を先に決めます。この位置が決まったところで右手を引っ張ります。右に1回左手を開けて右手をこの真横からちょっと下斜め下に行きますね。このあと斜め上に分かりますか、持ってきます。ここで折り返します。ここ折り返します。これこう巻きつけちゃうと、足さばきが悪いんですね。なので上前を合わせた後右を引きぐーっとここですね。こういう布をこう引っ張るんですね。ここからこう引きます。わかりますか。ここです。そしてここで折り返します。親指でも人差し指でも何の指でもいいです。折り返してここ引き上げます。ここで引き上げます。そしてクロスさせてこれ真横下目でいきますよ。真横下目からクロスさせて持ち替えます。その時にこの布とここですね、この布を引っ張ります。そして中から紐を引き抜きもう一度押さえて押さえます。こう、わかりますか。下っ腹が押さえられたのがわかりますね。そしたら後ろで交差させ体の横ですね、左側でからげて大きな蝶々結びかもしくは片蝶結びにします。この時にこの一番上じゃなくて2番目のやつでこの処理した紐をくるんでおいてください。でこれはここウエストの補正になりますからこのまま折ってもいいですしこのままでも大丈夫です。これで下っ腹が締まりました。もう一度やってみます。上前の位置を決めます。決めたらこの時点で右に引きます。布を引いたら一度開いてこの右手の動き見ててください。こういう風に持ってきます。ここで折り返してウエストのところでしっかり押さえます。折り返してますよ。ここそしてこの手の動き左の動き見てくださいね。下の方から骨盤のところに来ます。これウエストの位置です。ウエストの位置で右から来た布を引っ張りそのまま真横下目ぐらいですね。でもうここで動かなくなったら紐を抜き取ります。こういう感じ。しといて手を変えます。変えた時にすぐこここうやって引っ張ってください。引っ張りながらこの布真横に持ってきます。真横です。でちょっと上、そうするとここのお肉がここに移動するんですね。これを自分で感じてくださいね。
そしたらここ紐が入っちゃってるので紐抜きます。中から出します。出したらここ大事ですよ。ずっと押さえててくださいね。こっちの手、この布はずっと押さえててくださいね。ここはもうこれで OK なので、この布を押さえとく。でシワが寄ってたら直してください。これは巻き込まずにここで折り返すようにしてください。そうすると足さばきがいいので、ここは巻き込まずに折り返します。そして上前をかぶせます。これでお腹がすっきり。そして楽ちんです。お腹がこのぐらいある人、こんなにお腹がポニョンってしちゃってる場合は手下げていく。はい、まずですね、裾の位置と上前の位置を決めたら、お肉が動くのを見ててください。右側の布をまず頑張ってて、下っ腹を持ち上げるように左に持っていきます。そして右からの布をまっすぐその上にかぶせます。紐を抜き取って、結びます。結べない場合はからげてひっくり返して紐の間に入れれば大丈夫です。お腹の位置が締まったのが上に移動したの分かりますか？ここのお肉が上に移動したの分かりますか？閉まりました。で、お尻なんですけれども、よく帯の写真を撮らせてって言った時に、まず普通に何も考えずに立つとこんな感じ。そしてこれお尻を締めた感じ、緩めた、わかりますか？緩めた感じ、締めた感じ、緩めた感じ、締めた感じ、この違いわかりますかね？緩めた感じ、締めた感じ。お尻は自分で締めます。後ろのラインが綺麗です。お尻は意識してお山を内側に立ってください。足を、お尻の山がこうなるように。そうするとね、足先まで開いちゃう人いるんですけれども、お尻の山だけです。こう回して、あとは足はまっすぐです。もしくはちょっと内股にするとね、お尻が割れやすいので、まっすぐですね。足はなるべくまっすぐ揃えて、お尻の山と山をこうつけます。もう一回いきますよ。これドラッとした感じ、キュッ、今分かりました？ドラッとした感じ、キュッ、ドラッ、キュッ、これですね。はい、着物を着たところです。いかがでしょうか？ここ多分ここにお肉が、この中ですね、ここに下っ腹は綺麗に収まっています。
か、裾よけ二分式襦袢の、動画を以前に撮りましたけれども、裾よけの巻き方で下っ腹ですねを押さえることができます。そしてお尻をキュッと上げる方法です。これ習慣にするととてもいいと思うんですけれども、無理のないようにだらけたい時もありますから、後ろ姿写真に撮らせてですとか、帯を写真に撮る時ですとか、集合写真後ろから撮られる場合、お尻ですね、気をつけてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。